はい。それでは2015年の理科やっていきます。まずは問題文言みますね。一番、A の水酸化バリウム水溶液はアルカリ性であることから、A や B の水溶液をつけたりしますしは、何色に変化したと考えられるということなんですけれども、はい。まず、水酸化バリウム。水酸化ってついたらもう絶対このアルカリ性なんですね。 はい。では、アルカリ性を調べるときね、デトモス紙は何色かは何色かっていう問題ですよね。はい。これは、えー、赤から青です。はい。覚え方は、赤、赤信号が青色に変わるとね、歩くと。いうことでね、えー、まあ、有名な覚え方です。アルカリ性は赤から青ということになります。逆に、青から赤は酸性になります。はい。では、BTB だったら何色か。 はい。えー、アルカリ性は青色ですね。はい。これも有名な覚え方。緑の中を歩く青木さんですね。はい。緑が中性です。中性は緑。そして、青。アルカリ性が青。そして、 酸性が黄色ということになりますね。はい。では2番目いきます。C の水溶液はアーカラオンのどれかということですね。C の水液を聞いてるんですけれども、まずは先に表に見るとわかりやすいんですけれども、C と D はリトマス紙が変化していないんですね。どちらもね。どちらも変化しないということは、これは中性ということになるはずです。こちらは中性ですね。 ちなみに、えーっと、このビトマス AB が変化したっていうことで、水酸化バリウムだからアルカリ性ですよね。AB はアルカリ性。EF は酸性ですね。もうメモっておきましょう。はい。ということで、中性なものを選びたいんですね。そうすると、塩酸や硫酸、これ、思いっきり酸性ですよね。 で、水酸化ナトリウム、水酸化バリウムはアルカリ性のはずです。したがって、食塩水と砂糖水が中性ですね。だから、RE のいずれかになります。で、どっちかわからないんで、実験に行見てみましょう。電流流してみると、ABCEF は流れたんですが、D だけ流れなかったんですね。はい。じゃあ、D だけ流れなかったってことは、 砂糖って水に溶かしても電気流れないですよね。非電解質なので。食塩は水に入れると電離しますから電気流れますよね。なので砂糖だけね、他と比べてこう電離しないので電気流さないんですね。うん。ということで、えー、この流れなかったんが D ということなんで、こいつが D ですね。砂糖水が D で、まあ、食塩水が C に なってくるわけですよね。うん。だから C は A ということになります。はい。で、続いて3番目。E の水溶液中、E の水溶液はですね、まあ、表示のどれかということなんですけれども。はい。まず、A からのどれですかまた、できた白い沈殿の化学式ですね。実験さんですね。はい。A の水酸化バリウム。 いですね。まあ、どれ、少量ずつ加えた結果ですね。これ E だけが、白い沈殿ができたんですね。うん、ん、ん、ん。なるほど。はい。さあ、見てください,、はい。水酸化バリウム水液、これアルカリ性でしたね。はい。ということは、これ沈殿ができたということはね、これね、中和反応を起こしてるんですね。うん。酸性の水溶液と、 アルカリ性の水液をこれ混ぜるとですね、中和反応を起こして、水と塩ができるんです。うん。その塩が今回水に溶けにくい物質で、そこに溜まったっていう話なんですよね。なので、これ出てきたらね、もう中和ってことで酸性の水液をこれ選びたいんですね。うん。ということは、酸性だからまあ E か F。まあ、これで言うと塩酸か硫酸なんですよ。うん。で、 覚えてたら嬉しいんだけど、塩酸は、えー、あちょっと塩酸がかりにくいか。もう覚えてないといけないね、これ。うん。まあ、どっちかになるんですけれども、うん。どっちかになるんですけれども、あ、もうバチって答えなきゃいけないのか。はい。そしたら、硫酸なんですね。はい。硫酸と水酸化バリウムをこう中和させたらですね、 硫酸バリウムっていう塩ができて、これ水に溶けにくいんでそこに溜まるんですね。もうこれ覚えてないともう溶けないですね。うん。で、塩化バリウム、塩酸とバリ水酸化バリウムだった塩化バリウムになるんですけれども、塩化バリウムは水に溶けるんですね。もう知ってないと溶けないですね。硫酸バリウムは白色沈殿だと覚えていくしかないです。ということで、これは絵ですね。 そしてできる物質は硫酸バリウムになります。硫酸バリウムは白色チンで覚えておいてください。はい。えー、では、こちらいきますね。はい、食塩水の食質濃度が20%やったと。100g の浄瑠水に何 g の食塩加えたら、質濃度が20%になるのかっていうことですね。 これね、ちょっと絵描いてみます。簡単なビーカーの絵です。うん。で、今回水 100g にですね、食塩を何 g か溶かしますから、この何 g かの食塩をですね、これ xg と置きましょう。ということは、食塩水は100たす x ですよね。食塩水は100たグ xg になってるはずです。で、濃度が20%ですね。 で、この中に溶けている仕様が、X グラムという絵になってますね。確認しておきましょう。食塩水が100たす X グラム。濃度が20%。その20%が X グラムの仕様だということですね。えじゃあ、こんな式になりますよね。100たす X かける100分の20が、イコール X ですよね。食塩水かける 100分の20倍、それが食塩の重さっていう方程式が作れるはずです。はい。これを解いていきましょう。えー、この分母の100がすごく邪魔なので、両辺100倍します。分母なくなりますね。えー、20括弧100たす X が、はい、こっち100倍忘れないでね。はい、こうなります。はい。分配して、2000たす 20X を 100X。ね。え、移行して、 マイナス 80X がマイナス2000。よって X は25です。ということでね、何グラム食塩とかしてるのって言われたら25グラムになりますね。はい。それでは右上行きます。はい。え、pH メーターってやつですね。pH っていうのは酸性中性アルカリ性を測るための、えー、度合いを表します。えー、確認しておきたいんですけれども、 中性が7ですね。うん。ちょうど、まあ、0から14まであるんですけども、まあ、こういう風になっていて、7が中性です。で、0に近づくと酸性になって、14に近づくと強いアルカリ性になります。だから、ま、0とかなってくるともうめちゃくちゃ強い酸性ですね。で、14とかやったらもうめっちゃ強いアルカリ性。 ね。これが、まあ、例えば、1、6とかやったら弱い酸性とかって考えれるわけですね。はい。いいでしょうか。そしたらですね、5番目行きましょう。はい。えー、実験4。つまり、水酸化ナトリウム水溶液が入っていてですね。今はめっちゃアルカリ性だと。これ2アルカリ性なんで、2アルカリ性だと思うんですね。それに、薄い塩酸を少しずつ加えていきます。はい。 じゃあどうなっていくでしょうかはい。えー、これね、塩酸加えていくとですね、どん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 この OH マイナスが減っていきますね。うん。減っていくので、えー、この中性に近づいていくんですね。で、いずれ、完全にこの OH マイナスとね、この水素イオンがなく、えー、中和を起こして中性に一瞬になって、 で、またどんどん加えていきますから、酸性の方に近づいていくわけですよね。イメージわかるよね。だからどん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 こう、14から7行ってさらに0に近づいていくような感じです。なので、最初は7より大きな値であり、やがて7になるが、7になって、その後何でも小さな値になりますよね。うん。最初はアルカリ性。どんどん加えてて中性になって、そこから酸性になっていくって考えられますんで、5番は A になります。 いいね。シンプルに考えてね。はい。6番目。えー、薄い塩酸を加えていくにつれて、水溶液中の陰陽の個数はどのように変化していくと考えられるのか。はい。えー、ただし R は pH が7、ちょうど中性が R の地点ということですね。で、これちょっと難しいんで、僕はちょっと絵書いていくんで、これ見ながら考えてね。はい。最初は、このビーカーの中には、 水酸化ナトリウム、すなわち NA プラスと OH マイナスがこう電離した状態で溶けてるわけですね。仮にこういう状態にしときましょう。今、はい、陰陽の数何個ですか ?2 個ですよね。ということで、もう、ああ、おかしいんですね。最初陰陽がないって考えられません。2個ちゃんと入ってるんでね。はい。で、これに塩酸を加えていきます。塩酸をこう加えていきますね。 こういうふうに、こんな感じで、こうやって加えていきます。そうするとこれ水素イオンと、え塩化物イオンが入ってくるんですけれども、ここで大事なのが、はい、入れたらですね、中和を起こすんですね、これね。H プラスと OH マイナスは、反応して、これ水になるんですよね。水に、これが中和反応って言いますよね。だこれがなくなります。水に変わっちゃうんで。 水に変わっちゃったということね。はい。そしたら、陰陽の数数えてみて。o ス 1, 1個と塩化物イオン1個で結局2個で変わってないですよね。だから、最初は陰陽の数変わんないんですよ。うん。まだアルカリ性です。で、また加えました。まだアルカリ性ですね。で、加えます。わかってきたかな ?H プラス CL-。で、これでまた水に変わりますよね。中和を起こしてね。水に変わった。はい。 陰陽の数数えてください。まだ2個です。で、ここでね、完全中和になってます。中性になってます。もう OH マイナスなくなったんで。今、ここの状態なんですね。はい。で、また加えます。空いてるところに H プラスと CL マイナス書いてみますね。こんな感じで。はい。そしたら陰陽の数どうでしょう。はい。3個になってますね。だから、増えていくんですね。もう入れれば入れるほど CL マイナス増えていきますから、どんどん増えていく。 ということでね、答えはい、e、いということになるわけです。はい、いいでしょうか。では、続いて7番目いきます。はい。これ、水の電気分解ですね。えー、水は電気を流しにくいので、水、えー、電流を通しやすくするために水酸化ナトリウムっていうのを溶かしておきますね。はい。で、電流を流すとですね、これで、水が電気分解されるんですね。はい。で、マイナス極に発生した気体は水素である。 では、溶極に発生した気体は何でしょうかということですね。はい。水っていうのはですね、ちょっと空いてるとこに書こうかな。ここに空いてる書くか。はい。えー、H2O が分解されて、水素と酸素に分解されます。この化学反応式も書けるようにね、O1 個、O2 個じゃあ、もう、あかんから、これ2にしとくわけだったよね。そして H2 が2つになっちゃうから、こうですね。まあ、こんな感じで、 水が分解されると、水素と酸素に分解されて、水素の方が酸素よりもね、2ついてるんで2倍の体積が発生してるんですね。だから、こう、ほら、陰極で水素発生って言ってるわけですけども、水素の方が酸素の量が多いのはそのせいなんですね。2倍発生してるんです。はい。で、陽極はっていうと、この O2 つまり酸素ですよね。で、化学式でかけ U 取とるんで、O2 になります。はい。もうこれ簡単だったですね。はい。では、8番目。 水素を発生させるの他どれやねんっていう問題ですね。はい。亜鉛に薄塩酸加える。うん。いいですね。亜鉛って金属ですよね。塩酸かけたら、金属に塩酸かけたら水素が発生しますね。覚えといてね。なんか塩酸って言ったら二酸化炭素のイメージ多いですけれども、これ、石灰石じゃんだったら二酸化炭素なんですけど、金属だったら水素ですよ。亜鉛とか、アルミニウムとか、鉄とか。 えー、だったら、塩酸加えたら、水素が発生します。はい。で、石灰石の入っている、石灰石と塩酸やったら、これ二酸化炭素ですね。そっとか、メモっとこうかな。これ、水素。これ二酸化炭素ですね。だから、この、亜鉛とかだったら水素、石灰石やったら二酸化炭素とちゃんと覚えておいてね。はい。二酸化マンガンにオキシドール。これ有名です。酸素ですね。で、最後、炭酸水素ナトリウムに、 を加熱したら、これ熱分解して炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分解されますから、これは CO2 になっていきます。ということで答えは A ですね。はい、以上になります。